皆さん、こんにちは。経営コンサルタントの中野です。あのね、動画撮影したんですけれども、音声が入ってなかったです。あの、久しぶりですね。何年ぶりかな、音声が入ってなかったの。はい、それで、参りました <laughs> あの。50分ぐらいの動画なんですけどね。 で、音楽もなくですね、あの、音声入ってないんだけど、動画は撮ってあるんですよ。なので、えー、動画をね、今、ずっと垂れ流ししてるんですけれども、えー、これをですね、まあ、あのー、一緒にね、皆さんと一緒にこの動画を見ながら、もう一度ね、音声を入れていきたいと思います。で、草イン新聞、公読視聴契約ですね、ここに記載されている第1条から第7条ですね。 えの文言を大きな画面にしてお読みください。どこか一箇所でも、えー、承諾できないというところがありましたら、あなたはこの動画を見ることはできませんので、えー、この動画をすぐに閉じてください。すべての文言に承諾できる方のみ、この動画の続きを見ることができます。それでは行ってみましょう。ということだね。はい、ちょっとタイミング合わないね、やっぱりね。<laughs> タイミング合わないですね。 参りましたいろんな話してたんですけどね。また、あの、同じような話しますからね、お待ちくださいよ。うん。はい。で、LINE に登録してくださいね。そして、えー、この動画の感想を LINE で送ってください。よろしくお願いします。あと、ステッカーを販売しております。 令和元年10月3日木曜日暗号資産草コイン中野研究会なんか本来 YouTuber の人はね一回動画を撮ってえ動画作ってその後ねこうやって動画見ながら音声を吹き込むとアニメのようにねまあそういうふうに動画作ってる人もいるみたいだねうんアニメの声優みたいだねこれね はい、まあ、トレンディードラマなんかも、その、音声は後でね、吹き、吹き込むっていう、撮影の仕方もあるからね。あ、そうそう。それでここで何話してたかというと、えー、この2週間ね、あのー、出張行ってました。あの、四国のね、愛媛県松山市に出張行ってました。2泊3日ですね。えー、2泊3日で行ってですね、まあ、温泉に入りに行ったわけじゃなくて、えー、ノアコインですね。 以前の出張では、もう4回ぐらい言ってんだけど、以前の出張では、ノアコインをね、ヨ、えービットから BTC ネクストに送金し,しました。BTC ネクストで新しいね、取引所を口座開設して、まあ、ノアコインを送金して、まあ、そこに送金しておけば、えっと、大丈夫だって話だったからね、新しいノアコインもらえるって話だったから、まあ、それで終わりだと思ってたんですよ。そしたら、ほら、どっこい違って、 アンケートに答えなくちゃいけないっていうのが出たから、まあ、もう一回行ったわけですよねたまたま10月1日で行ったのがねあの新しいノアコインが配布される日だったんですよねそうしたらあの前日の9時あ9月30日になって、えー、BTC ネクストに古いノアコインに入れてるだけじゃダメだとあとアンケートに答えただけじゃダメだと新しいノアボレットを口座開設しないと 新しいのはコイン、のはプ,プラチナ、まあ、もらえないと。またそういう新しいのができて、ちょうど良かったです、今回ね。10月1日に出張行って、えー、俺と講座解説できたので良かったなと思います、はい。あとは FX の方もね、教えてほしいってことだったんで、まあ、以前に XM の講座解説とか、MT4 をダウンロードしてやり方を教えてあげてたんですけど、 まあ今回はスピード MT4 を導入してですね、一緒にね、丸2日間ぐらい一緒にトレードもやりました。まあ最初はね、あの普通の人はマイナスになっちゃうんだけど、まあ一緒にやってたし、僕の方もね、スマホを用いて、ほぼほぼ24時間、夜は寝てますけど、24時間ドル円チャートとか、他のえ通貨ペアのチャート見てますからね、え。ー 呼吸合わせてますから、ちゃんとマーケットにね。だからまあ、今からだったらロングかな、ショートかなっていうのは分かりますからね。まあじゃあタイミング合わせてね、ショート入れましょうとかロング入れましょうというふうにしてやってですね、えー、今回の松山にお住まいの方は、初日は <laughs> 7500円かな。 えーえー、初日7000円の利益が上げて、2日目は7500円ですねで、えー。で、利益としては1万4500円の利益ね上げて、まあ、まあまあそこそこだと思います。それでね、あのー、まあ、まあ、特に朝のね、五島日の中根、狙いでやりましょうという,ようにしてで、夜はやっちゃだめだよって話したんですよ。特にニューヨーク時間は、えー、指標発表でね、えー、ド,ルドル円は特に、 大きく上下に振れるますから、1人でね、パソコン開いて、MT4 開いてね、えー、夜、ポジション取っちゃだめだよって言ったにもかかわらずですね、初日の夜、家帰ってね、パソコン広げてやっちゃったんだよね。それでマイナス2500円いってしまって、結局14500円稼いだんですけど、25000円のマイナスということで、12000円の利益が残ったということですね。 まあ、あの、ビギナーズラックかもしれないですけど、もう、良、まあ、かったかなと思います。まあ、これからはね、あの、中野研究会の有料会員、一月1万1000円ですけれども、まあ、以前から入ってもらってるんですが、まあ、引き続き続けていただいてですね、まあ、みんなと一緒に会話をしながらですね、まあ、エントリーポイントを探したりですね、えーまあガチホ戦略とか、まあ、あとは、ご当日の中根戦略ですね、 をやっていくまああとは夜の IFO でもいいですけどね。そして <laughs> 本日のお題ですけれども、まあ、新しいノアコインをもらうためには、えー、BTCNEXT、まあ、これはね、b t c ネクストっというのはノア,ノア財団が作った、えー、新しい取引所ですけれども、ここへ、えー、ビノアコインを送金しておくだけでいいって言われたんですよね。それでまあ私も7月、8月、9月ですね。 えー、ずっとノアコインをですね、送金するコンサルティング、個人コンサルティングをやってました。で、まあ、ICO って買った人は、まあ、イサホレットとか、えー、レジャーナエスから BTCNEXT で送金するコンサルティングをやりました。で、<laughs> あの、取引所で買った人はね、ヨービットなどから BTCNEXT で送金しました。で、それでいい、終わりだって言われてたんですよね。 それで、あの、一生懸命ね、毎日のようにですね、あの、日本全国からコンサルティング依頼を受けてですね、えー、日本全国出張行ったり、松戸に来てもらったり、東京駅に来てもらったりしてですね、えー、一生懸命頑張ってですね、やっぱですよね、一人一人 <laughs> 違うからね、どこに保存されてるのかね、あとは秘密鍵を忘れちゃったとかないとか、 まあ、パソコンの環境の上の問題が非常に小さくあるのでね、うん、宿泊しましたけれども、なんとかうまくいったんですよね。えー、で、まあ最、当初ね、8月31日までに BTC ネクストに送金しないとダメだと。で、9月1日に新しいノアコインに変わりますよって言ったんだけども、まあ、あまりにもたくさんの人が、あの、わからない、わからないと。 で、知らなかったっていう人が多かったんで、1ヶ月伸びたんですよ。で、1ヶ月伸びて、8月31日までだったのが9月30日まで伸びたんですよね。でも、それでも、全然もう半分以上の人は送金し終わってなかったと思います。それでですね、まあ私も1ヶ月伸びたところじゃダメなんだろうなと思ったんですけど、えー、ちゃんとね、10月1日朝9時にですね、 えー、新しいノアコインが、えー、配布されましたね。配布された、うん、されました。そしてね、えー、っと、9月30日までに古いノアコインを BTCNEXT に送らないともうなくなっちゃいよって話だったんだけど、えー、どうもそうじゃないみたいですね。あの、送り損ねた人も、今からね、BTCNEXT に えー、ptcnext という新しい取引所を講座開設して、これはメールアドレス1個あれば開設できるんで、えー、無料でね、できますから。ほんで、ここに送金すれば、今からでも遅くないみたいですね。新しいのはこれもらえるということなので、えー、皆さん頑張ってね、やってください。まあ、それでまあ、ちょっとよくわかんない人は、私に相談していただければ、えー、コンサルティングを受けます。今は、1日2万2000円になりましたね。 そして、アンケートに答えなくちゃいけないということだったんですが、まああの、松山のね、今回個人コンサルティングやった人も、結局答えなかったんですよね。答えなくて、えー、10月1日に個人コンサルやった時に、えー、トークンスワップって言ってその、新しいノアコインをもらう直前に一応アンケートを一応答えたんですよね。はい。直前に答えましたから。<laughs> そして、新しいノアコインをもらった時に、もう入ってましたからね。 だからアンケートに答えなくても、一応新しいノアコインはもらえるってことも分かりました。はい。ということで続き行きましょうか、この動画のね。<laughs> 多分今のようなことを話した、話しましたね。うん。だからノアコインのね、送金、まだ一番預かったのは、ヨービットかな、ヨービットとかヒット BTC とかは、えー と8月27日だったかな ?8 月27日にノアコインが他の仮想通貨に強制的に換金されちゃったじゃないですか。あれつらいよね。うん、だって期限いつでもいいって話になっちゃったからさ。うん、だらそれはノアコインはだから ICO で持ってた人は多分マイサウレットに入れてあるから全然大丈夫なんですよね。 うん、まあ今から送っても大丈夫みたいな感じでしたけどね。うん。はい。特にヨービットじゃないですかね。ヨービットとヒット BTC はちょっと分からないですけど、ヨービットは、えー、っと8月31日の3日前の8月27日の夕方6時ぐらいだったかな。か夜9時かね。そこら辺に。 あの強制的に他のね草コインに変換させられましたからねノアコインがねうんでそれも値段がつくかつかつかないかわからないようなコインになっちゃったみたいでまあそれでまあノア財団もヨービットは信用できないみたいな感じになってるみたいですけどまあどうなってるんですかね世の中ね難しいですねうんはい 松山ではね、その他、あの FX のね、XM、えー、海外講座 XM の講座開設してね、MT4 導入して、あとスピード MT4 も導入してや、や、えー、XM、FX や,りましたやってますけどね、あの、金融投資っていうのはですね、えー、っと、かなり勉強しないと、お金をどん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 失って終わっちゃいますよ。うん で確率統計学の数学でできてますから金融っていうのはなのであの数学に自信のない人はそもそもの話金融投資っていうのはやっちゃダメですね <laughs> 特に金融ですね金融っていうのはあの足が速いのでねだから利益が出る時ももうあっという間に利益莫大な金額何億ってなるし損失を出す時もあっという間に損失出ちゃうんですよ 普通の、ね、ビジネスの投資、例えばフランチャイズ展開する投資とかね、セブン‐イレブンのフランチャイズ展開やりたいと。ああいうのはゆっくりことが進みますから、利益が出るのもゆっくりだし、損失が出るのもゆっくりなんですよ。ただ、金融っていうのはですねあっという間に利益が出るのと同時に、あっという間にあの全財産を失いますからあの、普通の人は手を出しちゃだめですね。こうう仮想通貨も金融ですから。 はい、で次のページに行きましたねで。新しいノアコインの名称はノアプラチナムですね。えー、でノアプラチナムをもらうためには、えー、交換が必要ですね。BTCNEXT 新しい取引所の新規口座開設を行うと。そして2番目、BTCNEXT で旧ノアコインを送金するということですね。はい、マイサーボォリトとかレジャーナネスとか。 ヨービットとかから送金するってことですね、BTCNEXT に。BTCNEXT の口座解説は、まあ、メールアドレス1つあればいいので、まあ、5分ぐらいできちゃいますね。5分とか3分ぐらいできちゃいますね。でまあ、ヨービットから BTCNEXT へのノアコインの送金なんかも、まあ、数分でできちゃいますよね。ア、まあ、イサウォレットからも数分ですね。 まあ、あの僕は、ね、毎日やってましたから、毎日こ個人コンサルやってましたから、朝飯までできるんですけど、まあ、何年ぶりかにですねマイサーウォレット開いた人は、まあ、やり方なんか忘れちゃってますよね。だから結構辛い、えー、日々を、ね、過ごしたかと思います。あと3番目、アンケートに答えて送ると、まあ、専用アンケートがありましてね。 でこれは、えー、また過去に僕の方で動画作ってますから、その動画を見て答えてください。で、4、トークンスワップを行うと、トークンスワップっていうのは、スワップっていうのは英語で、日本語にするとですね、交換という意味ですね。はい。あの、リンゴとバ,マバナナを交換してくれと。いる交換と一緒です。で、トークンっていうのは、まあ、仮想通貨と一緒ですね。通貨とトークン一緒ですから、 うん、だから仮想通貨の交換を行うと。だから古いノアコインから新しいノアコイン。新しいノアコインはノアプラチナムですからその交換を行う作業が必要ですよということですね。で今のところはここまでで OK ですということなのでトークンスワップを行うにはどうしたらいいかということですね。 1>, はい、で1番、2番、3番、アンケートに答えるまでは動画作ってありますのでね、過去の動画を見てください。で、過去の動画って分かるどこにあるか、そういえば。あの、ちょっと待って、ちょっ止めようか。どこにあるかというとですね、えー、ここにあるんですよ。YouTube 見るでしょそれこれ中野祐二って言うでしょ で検索してですね、ここ出ますよね。そしたらね、ちょっとこれで自動で動いちゃうんですけど、ここのノアコイン、ここですね、作成した再生リストの、こっちは FX、XM、MT4 の、えー、FX ですから、こっち、ノアコインを BTC へ送金する方法とこっちに2つあるんです。こっちを開くと、えー、ここにですね、いろいろ載ってるんですよ。あれこれいらねえな。 これもいらないし、これもいらないねはいここ、ここにありますねこれ、1、2、3、4、5個この5個の中の、例えば専用アンケートこれでしょってる方は、うん、まあ、オペラブラ TCNEXT と同じ全部細かくか、ね、LINE オープンチャットとかねあるんですよ、はい、で、こんな感じで見てくださいはい、では続きいきましょうか <coughs> BTCNEXT の取引所の、えー、と URL っていうのかなインターネットアドレスはこれですよ。でトークンスワップ。まあ、今回ね、あの、ノアコイン、新しいノアコインをもらうためには、えー、新しいノアコインのウォレットができたらしいんですけど、これの新規解説が必要ですってことですね。むちゃくちゃ簡単なんですけど、まあ、これをやるってことですね。で、このウォレットは一回作ったら、 次からはログイン画面でこうことですねここはトークンスアップなんで、これはトークンスタップっていうのはあのノアコイン、新しいノアコイン、古いノアコインから新しいノアコインに変えるよと、交換するよと、この作業必要、最初の1回だけ必要なんでこっちをしてください。で2回目からこっちをしてくださいと。ということで、えー、っと、これ3つね、あの、 動画解説欄に、えー、貼り付けてありますからで、どこにあるのかっていうことなんですけど、もう一回出そうか、YouTube ね。えー、YouTube も, <laughs> もう一回、おう出しますけど、えー、中野うじ検索ですね <coughs>、えー。そしたらですね、ですね、はい。さっきね、ちょっと動画1個開けて、 あないね。<laughs> ないないない。ちょっとないので、えー、今からね、あげますからね、この動画をね。動画解説欄に書いてありますから、見てください。もっと見るのとこ見るとね、一番上にこの三つ貼り付けときますから、そこはこうやって青いとこクリックすればあの、飛びますんでね、ちゃんとね。そこ見てください。はい。だから基本的にこの BTCNEXT に古いノアコインを送金すれば、 こっちの新しいオーレットの方にそれとこれとここに送ったね古いノアコインと同じ枚数が新しいこのノアコインのオーレットの方に新しいノアコインが入ってますからでなんで分かるのって言ったらこのメールアドレスを同じにしないとダメなんですよねこのこの BTCNEXT の取引所のですねログイン ID っていうのはメールアドレスなんですよ で、この新規ウォレットのログイン ID をえこの BTCNEXT のログイン ID のメールアドレス同じメールアドレスにすることによってひも、えー、付くわけですね。うんはい、で、これ BTCNEXT ですね。BTCNEXT、ここのとこですよ。うん、はい。 BTCNEXT でね、これ、旧ノアコインを入れる取引所のと,とこなんですけども、このオレンジ色のところをクリックすると、まあ、新規登録になるし、もう一回オレンジ色のとこ押すと、まあ、あのサインインってログイン画面になります。はいもう私はすでにね、あの講座解説をして、えー のアコイン送金が終わってるので、えーまあ新規、新規講座解説じゃなくてね、ログイン、まあ、サインインですね。まあ、ログインもサインインも一緒だから、はい、英語でも一緒ですから。で、メールアドレスを入れて、まあ、ID とパスワードって普通やるでしょ。ID はねあの忘れちゃうからメールアドレスのにすることが多いんだよね。これはまあ僕が三菱電機に入った1993年の次だな、1994年ぐらいからもう、 ID はメールアドレスにしよようってうなっててなたよだから三菱電機の社員 ID もメールアドレスでいいんじゃないかって話があったんだけどもうそんな無,い無理じゃんそんなアルファベットとかめんどくさいじゃんだから社員番号は社員番号になりましたねうんあの数字になりましたねでこれは <laughs> 今はあの Google 認証のね あの、二段階認証の Google 認証を今入れました。1分ごとに変わるよね。僕、スマホの iPhone に Google 認証のアプリ入れてますけどね。だから、スマホをこう、新しくするときに、えー、古いね iPhone ね、売却し、そこで売却しちゃうと、なくなっちゃうから、ちゃんと持って帰んないとね。売却しない,しないようにしてください。で、これにノアコインが1万5千百七え、十五万百7 5 2枚入ってますよね。 15万1752万2.71938880枚って書いてあるけど、まあ、少数点以下はまあいたないって感じですねどうでもいいって感じなんで入ってますよね BTC ネクストにねで本当はあの、まあ、全ての、ね、ノアコインを持ってる人はこのノアコインの横のところに、まあ、ノア新しいノアコイン、まあ、ノアプラチナムっていうのがあって そこにね、新しいノアコインが同じ枚数入ってるはずだってずっと思ってたんですよね。誰しもが疑わなかったわけですよ。はい。で、その疑ってない人いっぱいいるんじゃないま、知らない人いるんじゃないだから、BTCNEXT へ送ったらそれで終わりですって書いてあったしね、ちゃんとね。これで終わりだって書いてあったから。そしたら違うからさ、もういちいち。はい。それで、えー、次、ノアウォレットですよね。新しいノアコイン。 ノアウォレットボリューム零点七0 7 3というやつですね。で、トークンスラップ b t c ネクスト取引所でご登録のメールアドレスを入力していただきノアトークンを取得できますということなのでメールアドレスですね。b t c ネクストの ID ですよね。ログインするときのメールアドレス。で、パスワードはパスワードですけどね。 でまずメールアドレスだけ入れてくださいと。BTC ネクストで記者のね。<laughs> うん。で、ご意味入れてます。一生懸命ね。はい。いつもとね、ちょっと雰囲気違うんですいませんね。で、はい。gmail.com ですね。で、私はロボットではありませんと。はい。んで、交換っていうボタンを押しますよ。はい。そうすると、ートークンスワッパーたち、パスワードの メッセージを登録されたメールアドレスに送信しましゅします。しましまゅと。しましゅしゅってなってますけど、ちょっと間違えましたね、これね。新しいパスワードをメス明日、新しいパスワードが書かれあ、新しいパスワードをメールで送りましたと。で、ここで入れるね。次、ログイン,グイン登録って言って、まあ、ログイン画面になるわけですよ。 で、メールアドレスは、まあ、さっき入れたね、メールアドレスと同じね、Gmail ですよね。で、パスワードは今、送ったから見てくれってことなんですよね。で、Gmail 見ると、えっ、ー、と、パスワード、ノアトークンってところからパスワード、来てるわけですよね。アカウントが有効になりましたと。はい、そして新しいパスワードは以下の通りですって書いてありますよね、パスワードね。 で、コロンが2つあるでしょ。この大きいコロン。コロンっていうのはあ丸い点ですよねた。縦に2つの点あるでしょ。おなんか、フォントが大きいコロンと小さいコロンがあるんだけど、これ2つともいらないですから。いらなくて、パスワードはこの大文字の P から始まるところね。P4ME、えー、点、山 WW 点なんですよね。 それで、えっ、ー、と、コロン2ついらない。コロンってね、この点点点点いらないですからね。で、今ね、一生懸命説明してるんですけど、この小さい、えー、コロンあるでしょ。小さいコロンと大文字の P の間にス、スペース、半角スペースがあるんですよ。で、これをコピーしてし、コピーしてしまうと、パスワードとして認識しなくなっちゃうので、必ずこう、 ね、そのコロンと P の間の隙間はコピーしないようにしてください。で、ペーストし、貼り付けしてログインということですね。で、そうするとどうなるかということでね、まもなくリダイレクトされます少々お待ちくださいと。とこれね、僕初めて、ね、やったんですよね。はい、松山ではお客さんのやつをやったんですよね。そしてここにバランス残高って書いてありますね。残高、左上の残高は766.35。 ノアコインって書いてあるんだけど全体は、えー、15万2503枚3.9枚ということですよねで使用可能なのは、えー、そのうちの766枚ってことで0.5%なんですよでなんかよくわかんないですけど後から言いますけどもね <laughs>、えー、毎月0.5%ずつ、えー、使用可能いわゆる まあ、ビットコインに換金できるよと。なので、ビットコインから日本円に換金できると、まあ、いうことらしいんですよね。だから、あのー、強制的にロックがかかってるんですよ。な、これは多分ね、みんながみんな、いっぺんにですね、えー、売却しちゃうと価格が落ちちゃうからだと思うんですよね。で、価格維持したいからっていう思惑からだと思うんですけど、もう十二分に価格落ちてんだよね。 十分 <laughs> におっしゃってるんですよね。うん、そこら辺はちょっと辛いところかなと思うんですが、うーん、まあ、この辺どうなっていくのかなっていう、うん、思いもあります。まあとでね、ちょっと、その問題について、えー、視聴者から、視聴者さんからね、お手紙が、お手紙が来てるんで、それも、あのちょっと検討してます。あの、この動画のね、 後の方に、ね <laughs> はい、まあいろいろ話してると思うんですけどね、まあ、ノアコインオレットバージョン V0.73 ですねまあいろいろなこと書いてあるんですけどちょっとよくわからないですね、はい、あの詳しいことは <laughs> やってないんですけども やらなくちゃいけないことはですね、あのー、ね皆,さん皆さんの目の前で、あのこのログ,イン ID とログインメールとパスワードをさしましたので、えー、パスワード、ね、変,変更しなくちゃいけないですし、はい、プロフィールですね、右上のところを押すと、プロフィールでパスワードが変えられます。 でメールアドレスを交換することもできるんですね。だから僕は後で交換しちゃおうかなと思いますけどね。皆さんにさらしちゃったんでね。はい。で、現在のパスワード。メールアドレス、パスワード。メールアドレスをこうあの変更することができると。まあ、皆さんにね、さらしちゃったんでね。あと、セキュリティのところを押すと。はい。まあ、少なくても BTC Next。 なんか止まってる、なんかいろいろ喋ってると思うんですけども、撮影してる、撮影してる認証、コード、QR コードだけ、まあ、あ、再生できません。ああ、ちょっと待って。これ自体が止まってんのかな少々お待ちくださいね。 ああちょっと待ってねはい少々お待ちください,これじゃない、ね、少々お待ちくださいはいすいません <coughs> ちょっとね動き出しましたはい動き出しましたけどどうなるかなちょっとなんか変,変に触ると た壊れちゃうので、ずっとちょっと動きっぱなしにしたいとは思うんですが、あの、やっぱりね、QR コードでね、えー、Gmail、Google 認証ーやるとですね、やっぱりスマホを新しくしたときに、えー、古いスマホをですね、えー、携帯ショップにね、売却してしまって、えー まあ多少なりとね、下取り価格を得るっていうことって、その場だとね、結構、数万になってやったと思うんだけど、あとで取り返しが効かないことになるからね。で、復活のパスワードってあるんですけど、大体それをですね、えー、ノートにメモしてない人がほとんどです。で、メモしていたとしても、スマホで写真撮っておくとかね、そんな感じ。で、その写真もスマホの中に入ってるから。 だからそれを売却しちゃうともうなくなっちゃうと。それがないとですね、もうどうするかって言ったら、取引所にメールをしてですね、サポートメールをして、実はこうスマホのね、2段階認証の Google 認証アプリが入ってるスマホを携帯ショップに売却してしまったので、一時的に2段階認証を解除してくださいと。ああ、問題が発生してますね。うーん、なんでかな。 うん、まあそういうやり方しかないんですよねちょいですねこれねうんい、ね、はいで、えー、パスワードは交換しました二、ね、段階認証をやろうとしてるんですけれども、えー、ちょっと待ってくださいちょっと早かったかな 2段階認証、あっちょっと変な音だった。はい。で、パスワードをうパスワード変更するときにですね、既存のね、えー、現在のパスワードっていうのは、さっき見えるできたやつですよね。新しいパスワードは、まあ、BTCNEXT のパスワードプラスアルファにしました。で、パスワードを変えて、次に段階認証、二要素認証。 を、ちょっとやろうとしてるんですが、最初 Google 認証をやろうとしたんだけど、これさ、あ、これバレちゃうからね。これバレちゃったからみんなに。だこれはやめて、メールアドレスの認証に変えました。はい、一応ね。メールアドレス認証に変えたと。して、スペースなしで確認コードを入力してくださいって書いてあるので、 えー、こうね、再送ボタンを押すとあ、メール来てるの、このなと来てないと。この送信ボタンを押さないと、えー、メール行かないからね。はい。レノアトークン、ログイン検証コード来てるので、えー、ここにですね、4EB2 って書いてあるんで、これをコピーしますね。<laughs> いろいろ来てますけどね、いろいろね。 はい、そしてここにコードを貼り付けて確認するボタンを押すと。あ、それで今ね、スペースが後ろについてたんで、それを消してくださいね。バックスペースで消さないと、えー、確認できませんからね。スペースってね、本当にね、ややこしいんだよね。はい。えもう一回か。はい。スペースなし。 確認コードを入力してくださいか。ごじゃごじゃやってますけどね。はい、それでね、まあ、これスペースなしで確認コードを認してくださいということで、一応、メールでログインするっていう設定がこれで完了したということですね。 はい、それで、まあ、もう一回ちょっと、えー、新しいウォレットを作った後なんでこの下のやつですねこれが、えー、ログイン画面になりますのでこれをコピーしてまあ、皆さんにおかれましては YouTube の動画解説欄に書いてありますからね。そこをクリックしていただければいいと思いますでそうするとまあこの2段階認証になるんでね <laughs> まあだから私の場合はそのメールですね。メール認証にしたんで、もうなんかメールアドレスとパスワードは、まあ、毎回入れなくていいのかどうか。まあ、今回だけかもしれないですけどね。はいまあ、クッキーが入ってて、まあういう,うになっているのかもしれないですね。でこういう風にやると、まあはい、ウォレットに入れるっていうことですね。まあ、人によって違うと思いますけれども、とにかくまあそのパソコンじゃないと、まあ えー、他のパソコンだったらねメールアドレスとパスワードは入力しなくちゃいけないのかもしれないですね。はい、このパソコン、自分のパソコンだけは、まあ、クッキーって言ってね、一応メールアドレスとパスワードが暗号化されて保存されてるのかもしれないですね、ハードディスクにね。だから、えー、Gmail の確認コードだけの2段階認証のコードだけでいいのかもしれないですね。 でまあ、あのノアコインの数です、ね、は、えー、1万5000、まあ、ちょうど入っているのは15万2503枚ですけど、まあ、ちょっと多いんだよね。ちょっと多く入れてくれてるんですよ。だから少なかったらですね、えー、またアンケートにちょっと少ないんですけどって言って答えるという感じですね。それが、まあ、運営サイドに直接メールしてもいいみたいですけどね。 少ないので、えー、ちょっともう一回確認してくださいと言ったら、なんか今後、やっぱりあの何週間かかけてですね、えー、きちんとあの一つ一つのメールアドレスの ID、えーまあ、ウォレット ID ですね、にきちんとした数のコインを振り分けると言ってましたね。だから少ない人も結構多いみたい。うん、新しいのはノアプラチナム。 の割り当てが <laughs>、まあ、かなり少ないと10分の1しかないとかねいう人も結構いるみたいですねで間違っちゃいけないのは、まあ、残高と使用可能の枚数がちょっと違うってことですねその、まあ、残高はきちんと入ってんだけどもう使用できるのは0.5%しかないってことですねうんだから0.5%すっごい少ないんだけどこれ残高見てね残高と残高のと、まあ、こっち違うんだよね まあ使用可能って書いないダメだね、こうね。766枚しかないというふうに勘違いしてる人結構いるみたいですね。だから、そこら辺は気をつけなくちゃいけないですよね。まあ、あと、他にもロー,ロードマップとかいろいろね、書いてあるんですけど、まあ、そんなこといいから、早くいつになったら値段上がるんだと。それだけ <laughs>、それ書い,て書いてくれと。 うん、まあ、ロードマップを見てですね、えー、価格が上がるかどうか判断してくださいということなんでしょうけどね、本当はね。うん、ただ、まあ、早く上がんねえかなと。早く価格上がんねえかなと。まあ、皆さんそう思ってると思います。はい、で、こっからですね、視聴者さんからのお便りが来て読みますねってことですね。<coughs> うん、じ小さいですけどね、ちょっと読んでみたいと思います。えー、中野先生、ご無沙汰しております。ぜひ、ノアコインの現状を YouTube で取り上げていただきたく、連絡いたしました。ホルダーにとって実に、まあ、ホルダーってノアコインを持っている人ね、実に悲惨な現状です。私は普通の仮想通貨愛好家、ノアコインホルダーですと。まあ、私も、 もうある程度知ってる人ですよね。普通の人です。いろいろとありましたが、ノアコインも新コインノアプラチナムへのトークンスワップが10月1日に開始されましたと。これね、動画撮ってるのが10月3日ですから、2日前ですね、開始されましたね。えー、今までは BTC ネクストの取引所に送っておけば、新コインに返還されるという理解でした。私もそうでしたし、日本全国の何万人というノアコインホルダーの人はそうでしたね。 せーで途中からね、アンケートを出さなくちゃいけないとかね、出さないともらえないとか、とかの指示もございましたが、まあ、アンケートもね、まあ、数分で終わるものでしたから、まあ、いいかなと。うん話違うじゃんと思いましたけど、まあ、アンケート出さなくても、もらえたことはもらえたんですけどね。ところが、いざ前日になって、前日ですね、だから、9月30日になって、 新しいのはウォレットを開設するように指示がありました。そんなに難しい作業ではないのですが、簡単でしたよね、確かにね。メールは、BTCNEXT と同じメールアドレスを入れると。えー、それでも、愛氏の言葉をうのみにして、ノアコインを買った人たちには大変だったようです。ここでスワップが行われるようです。アイテてね、まあ、泉さんかもしれない。ちょっとわかんないですけどね、僕にはね。えー、ノアコイン。 チャットのラインもテレグラムも質問の大洪水で大変な状況でしたと、まあ、今でも大変ですよね僕も、えー、ノアコインのライングループ一つ入ってますけれども、まあ、朝から晩までね大変ですね、まあ、BTC ネクストに、えー、9月30日までに送金できなかった人もたくさんいた感じでしたねで10月1日になってから今度ね、えー、新しいウォレット ログインできませんという人も結構いるんですよ。多分ね、あの、えー、パスワードの最初の半角のスペースね、あれを入れ、コピーペースト入れちゃってね、ログインできない、ログインできないって言ってる人が多いと思います。さて、いざ10月1日になり、えー、新しい、ちょっとまだこれ止まってんのか、これ。止まってないよね。いざ10月1日になり、新ノアウォレットを開いてみたら、使用可能0.5%。 えー、凍結99.5%、表示されていますと、<laughs> えー、今はね表示されていないんですよね、あのーまあ、昨日までかな、えー、凍結とかね、まあ、きつい言葉であの表示されてたんで、えー、結構、あのー、文句があったんじゃないですかのの、運営の方にね、凍結とはどういうことだみたいな。 うーん。まあ、氷結生絞りレモンとかね。中イじゃない、缶中イじゃないんだからって。美味しそうだなって思った、思っちゃいけないですね。まあ、だから今はバランス残高とか使用感とか書いてありますけど、僕もね、10月1日お客さんのやつのさ、トークンサップやりましたけども、凍結って書いてありましたね、確かにね。凍結って。<laughs> 残高とか。 使用可能とか使ってますけどね。ただ、だから一番左上のね、ここ残高じゃなくて、これ使用可能って書かないとまずいよね。残高したとは、これ15万2500、3万円って書かなくちゃいけないから。だから、ここら辺、やっぱり日本語が間違ってるのかどうかですよね。うん。はい。 でだからこれ英語にすると合ってるのかなと思ったんですけどトータルバランスうんだからアベラブルにしないとダメだよね使用利用可能枚数にしないとねでうんちょっとおかしいよね日本語も英語もちょっと使い方がニュアンス的にちょっとまあ誤解を招いちゃう かもしれないね、やっぱりね。で、なんじゃ凍結って聞いていないよと思い質問しようと思いましたが、すでにチャットに質問している人がおりました。運営は一個に返事がなく、新しい旧ダオや、取引所コインの BNX の販売の宣伝をするばかりです。真剣にユーザーの質問に答えているのはボランティアで時間を割いているユーザーの人たちですとで僕。僕はね、実はね、内々に 知ってたんですよねその凍結するとかっていうのはね知ってたんだけど、まあ、みんな知ってるもんだと思ってたからあの言わなかったですけどねうんで業を煮やして詐欺フラウドという強めな悟空で運営、まあたにメールを送ったら、えー、ケアだ,だと抜かしましたとうんいつまで凍結するのなどの質問には答えませんと 分、うん、まあ多分、まあ、体の絵だとか、ほとんどの、ねえー、仮想通貨って凍結期間ありましたよね。凍結期間、まあ、いきなり売られると、ね、あの100分の1とかっていうのはやしょっちゅうありましたからね、まあ、それを避けるためだったと思いますけども、まあ、ただね、結構な、ね、資金を投入してる人は、まあ、すぐに、ね、あの日本円に買いたかったんでしょうから。 まあ困りますよね、これだとね。で、しかし、人の資産を断りなしにロックされれば、財産権の侵害になるかと存じます。少し噂されている預金封鎖と同じですね。これは国家がやることですが、暗号通貨の一取引所が行っている行為です。とても許し難いことと資料いたしますと。うーん。海外取引所なので、 えー、国内法でも訴訟もまあまあなりませんということですね。うーん、まあ、裁判した、ね、裁判するって感じですかね。で、私が国ならば、1、旧コインを1箇所に集めてロックする。2、その間に取引所の手持ちの新コインの適切な量を順次売り出す、売りに出すと。うーん さあ、運営だけバカバカをうけど、<laughs> まあ、確かにね。まあ、詐欺師がよくやるやり方ですよね。で、どっかの ICO と同じ人ー,ーですね、ロック解除された時が99%ダウンとか、うーん、100分の1とかよくありましたもんね。去年とかね。上場とともにね。で、今回もホルダーにこだわりなしに、コインスアップ99.5%ロックと、S アップ粉砕、えー やって欲しいですねとん、まあ、僕はね 2, 2ヶ月ぐらい前に聞いてたんだよね。でみまあ、なんか周知の事実だと思ってたんですよねで。当初のホワイトペーパーを見ますと、2160億枚が最初の最大の供給予定で、今回の新のコインの発行も同量です。しかし、実際に現在の市場に供給されている量は3割程度で700億枚程度。 現在価格で時価総額2億円程度に減ったんだよね、これね。99.5%ロックなので、最初の市場流通量は100万円程度と、しみじみしますね。で7割握っている運営は市場操作をやりたい放題だと思います。価格をつり上げてくれればいいんですけどね。 釣り上げてくれれば、凍結は公式アナウンスではありませんが、月に0.5%ずつ解除するという運営の一人からのコメントがあったようです。これを僕も聞いてますよ。これは全解除まで17年かかる計算です。そうかそうか、月0.5で年間で 12, 12ヶ月しかないもんね。で例えば、アドフっことは年間6%か、解除か 例えば3年後には i c o 資金を回収したいと思っても、その時にロック解除は、えー、2割ぐらい、i c o 価格の5倍、今の200倍程度に上昇する必要があります。i c o の40分の1になったか。うん、3年待っても大変な数字です。ロックして供給量を調整して価格が上がるというのはもう神話の世界だと思います。うん、結構なお金を投入しちゃた人はきついだろうね、やっぱ。 また、ロックの解除期間はホルダーの投票によって決めると非公式アナウンスがあるように聞きました。BTCNEX t の o a a p l などの運営の蛮行を中野先生に取り上げてもらうと、さらにノアコインの価格が下がるという意見もあるでしょう。うーん、まあ僕はあの影響力ないんで大丈夫ですよ。しかしまずロック解除をされなければ、ニッチもサッチもいかないと考えます。 多くのホルダーがロック解除の声を上げてほしい、現状に気づいてほしいと感じます。よろしくお願い申し上げます。ってことですね。まあ、ロックはね、多分、相当くらいうちに全部解除されるんじゃないですかねうん。この意見は非常に多いからね。そして私の考えを事前にちょっとまとめておきました。私のね、考え。で、1。 えー、投資とは自分のお金を他人にあげること、まあ、投資とはね、資金を投げるって書いてあって、まあ、あの山とかゴミ捨て場ってわけじゃないけど、あのボーンって投げちゃって、返ってこないことを言うんですよね。で、融資っていうのは、返ってくるんですよ、タコひもに、ね、お金くっつけて、貸すだけですから、融資っていうのは。で、金利とともに返ってくるんだけど、投資っていうのは、相手に渡して、返ってこないことを言うんですよ。 うん、まあ経験とかそういうのあるけど、あの、ICO については、相手のね、あの財団の経験も何もないから、だから、投資っていうのは上げるんだよね。お金を上げることを指すんだよね。うん、だからこのように考えることで、初めから高額な金額を投資しなくなるよね。確かにね。うん。ああ上げることだから、投資っていうのは。 僕もあの自分で会社経営しているときとか、投資してくんないとかよくやりましたよ。で会社の、ね、株式、えー、を自分で印刷してですね、株券印刷して、えー、これ1枚5万で買ってくんないとか言ってお金集めましたけど、えーまあ、返すつもりないですからね、最初からねで。法律上返さなくていいから、投資っていうのはね。だから、 返ってこないことを言うんですよ、投資っていうのは。だから、初めから高額な金額を投資すると危険だよね。うん、その前に、金融投資っていうのは、先ほども言いましたけれども、えー、損失許容率っていうのを設定しなくちゃいけなくて、まあ、最大2%、まあ、できれば1%以下がいいですよね。だから、自分の、ね、貯金が例えば1000万あるとしたら、 えー、ノアコインへの投資っていうのは最大10万ですよね。10万円で1%でしょ、うん。まあ多くても2%。うん、損失強与率2%超えると破産するから。うん、だから金融投資っていうのは、まあ、大体1%以下がいいですよね。まあ、貯金が10億あったらまあ100万ぐらいまでかな。ノアコイン投資っていうのは。そうしないと破産しますからね。 で2番目、投資は余剰資金内で行う必要があります。余剰資金とは毎月のお小遣いの中の10分の1程度です。ですから、毎月のお小遣いが1万円の人は月1000円程度、年間でも1万2000円程度で仮想通貨を購入しましょうということですね。で僕もあの去年の頭からね、仮想通貨投資っていいんじゃないって言ってきましたけれども、まあ、ちょうど僕は今年の5月ぐらいに全部売却しました。それは皆さんにも お伝えしましたけれども、ちょうどね、ビットコインも上がってきて、ライトコイン、イーサリアム、まあ、そこそこバランスよく上がったときに、えー、全部売却してね、エクサコインもね、全部売却したんですよ。コインエクスチェンジとか、えー、とりあえずサトシに入ってるやつもね、全部同時コインに変えて、同時をビットコインに変えて売却したらね、3倍ぐらいになったよ。一応、100倍とか1000倍とかにならなかったけど、3倍ぐらいにはなりましたよ。 <laughs> あよかったなと、今はね、落ちてる、草コイン落ちてる、うん、ビットコインも落ちちゃったもんね、うん、だから、まあ、それ、今、時期いいなって思ったんですよね、バランスよく上がってたからね、で皆さんにも言いましたでしょんで、あの、長野先生ですね、先生、売却するんだったら僕も売却しますってって、結構コンサルのって、えー、ガストでね、丸一日かけて売却やり、売却大変なんだよね。 50, 50個も60個も草コイン買ってるからでそれをさ全部同時に書いて同時をねあの全部いっぺんにビットコインに変えるとね、まあ、むちゃくちゃ大変でしたけどやりましたよ <laughs> そして皆さん3倍ぐらいかなーなってましたね投資金額のねまあ5万円が15万ぐらいになってたぐらいかな <laughs> 大したことないですけどねんまあだから100万買ってる人は300万ぐらいになったかなー 大したことないいですけどねはい、あと3番目、よくわからない投資話には載らないですね、はい、あの仮想通貨はブロックチェーンとかね、えー、秘密鍵とかあとはウェブサーバーとかありますから、まあ、パソコンに自信のない方はやっちゃいけないんだよねあとスマホでの2段階認証とかありますからパソコン苦手な人は、まあ、よくわからない投資話ですよね仮想通貨って。 パソコン苦手だなと思ってやっぱりやっちゃいけなかったと思いますね。4番目、儲かる話は転がってないっていことで、えー、大体儲かる話っていうのは世の中出てこないですから、その話一番最初に聞いた人が全部、じゃあ銀行から借金してですね、全部取り上げちゃいますから、儲かる話は転がってないです。転がってんのは、あの、損する話ばっかりです。 でそういうものはあの話に乗っちゃいけないですね。儲かるよって。儲かるわけね。儲かるんだったらお前やってるだろうということですよね。だから転がってないです。はい。で、5番目一番重要なんですけど、早々にあける諦めることも重要です。これ以上損しないし時間も大事ですからね。で、例えば、まあ、ノアコインしかりですけど、ノアコインしかり、仮想通貨しかり、他の投資、 ビジネスなんかもそうなんですけども、えー、諦めることも重要だよね、やっぱりね、どっかで損切りしないといけないから、例えば仮想通貨とかノアコインでね、えー、例えばまあ100万円入れちゃったとか、えー、500万投資したから悔しいとかね、5000万とか、まあ、場合によっては5億円をね、5億円を、5億円入れた人いないと思いますけど、1億円をですね、ノアコイン買っちゃって、もうむちゃくちゃ下がってるしね。 資金凍結されてるし、悔しいと。なんとかしようってことで裁判したり、なんとかしたって。まあ、やっぱり帰ってこないもん帰ってこないですね。やっぱり法律、仮想通貨って法律の対象外ですからね。金融、金融商品の対象外ですよね。だから帰ってこないもん帰ってこないね、これね。だから、まあ、投資は自己責任ですから、まあ、おまあ 今回のノアのね、凍結騒ぎとかありますけども、早々に諦めるってこともね、重要なんですよ。損切り。損切りしないと儲かんないから。だから例えば、ノアにね、1億円入れて、も出てこないと。だったらもう、預けとくしかないよね。で、とりあえずここまでやって、また眠らせとくと。そして、まあ1億円、で、ノアコイン、さらに追加投資しても、 まあこれ、損するかもしれないからね。で、まず一旦忘れることだね。ノ、NO、アとか仮想通貨とか FX とかね。忘れて、まあ、他に儲けるっていうか地道にね、コツコツ儲ける、えー、道を探すってことですね。そうすることで、これ以上損もしないし、まあ、時間も大切にできますよね。うん、なんかそうこうしてるうちに寿命尽きて死んじゃうからね。うん、それよりは建設的な話に目を向けた方がいいです。 で、まあ、私,だ私は、まあ,あの、主にね、海外講座 XM の,、A、M あの, X M の,あの FX やってます。ドル円 FX とかね、やってますけれども、えー、昔ねあの、ニコニコ生放送にですね、まあ、今の YouTuber みたいなもんですね。GFF さんという人がいたんですよ。で、FX の生配信やってたんですけども、その人すごいですよ。伝説のトレーダーと言われてまして、 なんと手持ち資金20万円をですね手持ち資金20万しかなかったんですよそれを3ヶ月で6億円にしましたからすごいよねうんで6億円にしてですね <coughs> えー、まあ伝説のトレーダーまあその他にもいっぱいいますよ株のトレーダーでまあ200億したとかね、えー、最初の手持ち100万円をアルバイトで貯めた100万円を 200億とか300億にした人もまあ結構いる、ざらにいるんですよね。FX もやっぱり、えー、地道にね1月あ、年間で2000万、5000万稼いでね、えーまあ、働かないで、まあ、ゴロゴロしてるわけじゃないですけど、えー、家で、ね、投資活動やってる若者もいっぱいいます。なので、 えー、FX とか、まあ株は難しいですからね。FX はそんな難しくないので、銘柄選定とかあまりないから。だからそ、そまあただ金融投資っていうのは勉強しないといけないんだよね。確率統計学の勉強とか、期待値計算の勉強しないといけないから、まあそっちの勉強が必要だし、特に数学の勉強したくないっていう人は、えー、FX とか、まあ、仮想通貨もですね、投資はしちゃいけないんだよね。うん。確実に負けちゃうから、 確率統計学の勉強が大好きで、えーまあ、好きにならなくちゃいけないし、その中で期待値計算の勉強をしていかないとですね、いけないですね。<laughs> まあそうすることによって仮想通貨でも FX でもじわ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 ,じわあの資金は増えていきますからね。で今日は、えー、おさらいになりますが、 新しいノアコインをもらうためには、えー、BTC ネクストへ送金するだけでは実はダメでアン,アンケートに答えて送るっていうこととトークンスワップ、まあ、新しい、えー、ノアコインのねウォレットをですね、えー、作らなくちゃいけないとこれですねこれが必要だったということですねあと明日動画また作るんですがあの草コイン取引所で有名な、えー、コインエクスチェンジですねここが、えー、事業停止ということですね <laughs> で仮想通貨取引と入金は10月15日に終了ということで取引っていうのはねあの草コインを同時コインとか、えー、ビットコインに変えるっていうことですからねだから換金ができなくなるとただ出金はできるんでね今年の12月1日だから、えー、11月終わりまでだから来月終わりまでかそれも早いね だからストロングハンズとかね、あの、いや、このまま持ち続けたいっていうのであれば、えー、ストロングハンズを取引してる他の取引所、例えば、えー、トレードサトシとかにね、送金しなくちゃいけないってことですね。でもし、もう、めんどくさいからね、全部ビットコインに変えて日本に持ってきて日本円に変えたいっていうのであれば、10月15日まで。だから、15日って、ま、間近なんじゃないのこれ。 再来週の火曜日までにね、やらなくちゃいけないってことですね。まあ、ちょっと大変ですね、やっぱ。まあ、ほんでね、えー、僕も草コインの個人コンサルティングたくさんやりましたから、えー、もしね、あの、ちょっと先生、僕にやってほしいっていう方がいらっしゃいましたら、えー、今ね、個人コンサル2万2000円なんですけど、まあ、半額の1万1000円でいいですから、 えー、ちょっと、松戸駅まで来てくれたら、あの、私の方で対応したいと思います。で、まあ、ちょっと、松戸まで来れないと。逆に来てほしいっていうのであれば、交通費が、えー、往復交通費が加算されます。で、えー、まあ、宿泊が伴う場合には、宿泊費も加算されます。ただね、えー、草コイン投資、まあ今ね、またビットコイン低迷してますけど、 これからなんじゃないかなと思ってるんですよ、僕もね。というか、誰しも思ってますよね。なので、まあ、あの株もそうだしあの、FX もそうなんですけど、だ誰しもが諦めたそ、その次の瞬間に爆上げすんだよね。だから、本当にひどいところまで行くんですよ。ひどいところまで。まあ、もう、惨めな金額、100分の1とかね、惨めな金額になるし、 惨めな借金抱えると。で、もう、世界中の誰もが、まあ、手のひら返してね、諦めてお、ま、あいつはバカだな、アホだとかね、あの投資は失敗だったとか、思った瞬間に上がるんだよね。だからね、難しいよ。まあ、刑務所投資をとか、睡眠投資をとか、えー、言いますけれどもね、あの、まあ、とにかく忘れることですね。 そうしないと心が耐えられないからこんな10分の1100分の1になってね俺はバカだと思いますけどその次の瞬間に爆上げするんですよねそれを耐えきれた人だけが億万長者になるんでビットコインなんかもそうですからねあのマウント・ゴックス事件でね10万円が2万円になっちゃってね5分の1になっちゃってみんな大損しましたけどね ビットコイン100万持ってた2000万持ってたっていう若い人結構いましたからねそういう人が5分の1ですよだから2000万が400万になっちゃうんですよねまあそれでもだから10万が2万になっちゃったんだけどまあそれでもね持ってれば100万とか200万いったでしょ、まあ、今でも80万にはなるからだから10万の時買った人8倍にはなってるわけですよね うーん何があるか分かんないですからね、金融投資っていうのは。だから、少、ま、額、あ、資金でね、まあ、大きく、福利計算で狙っていくというのが必要になってきますね。まあ、福利計算の話を昔ありましたからね、見ていただければと思います。では、なんとかね、あの音声吹き込みが終わりましたので、これで終わりにさせていただきます。千葉県松戸市より、トム・クルーズがお伝えいたしました。どうもありがとうございました。失礼いたします。